福岡健康カードロン、皆さん、主人公です。はい、皆さん、今回の動画では、ラウドの話をしていきたいと思いますけど、とりあえず、この動画の中では、きっとネタバレもある可能性十分ありますし、ありますよ。そして、人気投与の結果の写真を見ながら、いろいろ話していく予定ですので、もしかしてネタバレが、ダメって思う方々は、ぜひ、ここから逃げてくださいね。はい、そして、また他の動画で会いましょうね。とにかくでは話していきましょうか。はい、いや、とにかく韓国での反応をちょっとお伝えしたいと思いますけど、9話の終わりが、まるでなんか豪輝さんの危機のようなようになんか誰も選んでくれなくて、 JYPARK さんもサイさんも選んでくれなくて保留になったままなんか終わったんじゃないですか。そして予告を見たら皆さんもわかると思いますけど、ちょっと予告でもちょっとなんか衝撃的な結果みたいな感じで、ちょっと何て言うかな、やっぱりオーディション番組ですので、悪魔の編集みたいな、そういう感じで多分編集したとは思いますけど、それとも豪輝さんみたいに本当に驚く結果が出るかもしれないですね。でもこういう感じで保留させて、番組の面白さのために保留させるメンバーがまた増えるかもしれないっていう可能性もやっぱりあるとは思いますよ。そうなったら視聴率が上がると多分思うので、この番組側は。そして豪輝さんをこう危機にして、実際に視聴率は上がったんですね。だからオーディション番組はこういうのがやっぱりあるしかないんですね。視聴率が重要な番組側の立場だとしたら、立場ではもちろん理解はできますけど、まあとにかく、そうなる可能性もあると思いますよ。そしてなんか投票の結果を見たらですね、今のところで7月31日の結果ではこういう感じで人気投票の結果が出たんですね。人気投票っていうより、まあ人気投票ですね、ファンが投票してその結果がこれですので、人気がわかるんですね。これでなんか大きな結果はやっぱりなんか1位のゲウンさんはそのままなんかずっと1位でしたね。結果はなんか変わったのは、なんか4位のチョンジュヤさんと5位のウギョンジュンさんがちょっと後ろに行って、ケイジュさんとアマルさんがこう入ってきたっていう変化がありますね。こういう結果ができたのはやっぱりケイジュさんとアマルさんの活躍があるからこそできたと思いますし、私が前にも言いましたけど、ケイジュさんとアマルさんと豪輝さんはちょっとファンがちょっと違いますって言ったんじゃないですか。ケイジュさんの場合は本当に若い女の人からの人気がすごいって、例えば高校生、中学生、そしてこういう投票に一番本当に投票する時間が一番多い、そういう学生のファンが一番多いのはやっぱりケイジュさんですよ。そういうところもやっぱり こういう投票の結果としては影響がやっぱりありますね。そういうのは毎日投票できますので、そういうのを本当に毎日できるのはやっぱり大人よりはやっぱり学生の方がやっぱり多いんじゃないかなと思いますので、やっぱりオタク力が強いのはやっぱりケイジュさんですよ。そしてアマルさんは、私が前にも言いましたけど、男女関係なくみんなから好かれてる、そういうタイプですし、本当に感動のステージを見せたので、そういう結果としてこの3位まで上がってきたと思いますよ。じゃあなんで豪輝さんは8位なのか、これも私が前に言った通り、年齢のなんかファンの年齢の幅が一番広いのは豪輝さんですよ。だから一番大衆的になんか注目もらってますし、人気なのは豪輝さんなのは間違いないですよ。じゃあなんでこういう結果が出たかと言ったら、やっぱりこういう投票の結果はですね、オタク力なんですよ。オタク力が強いのが強い人がこういう投票の結果としてはいい成果をこう出せますね。例えば事務所だとしたら、豪輝さんはちょっと YG っていう感じですよ。ちょっとオタク力はそこまで強くないですけど、強いですけど強くない、比べた人気に比べて強くないっていう感じで、ちょっと YG っぽいっていうかな、ちょっとそういう感覚ですね。オタク力が強いのは本当にもうマニアっていう感じは、 SM とか今はハイブとか
まあ、そういう事務所が強いんじゃないですか。そこら辺がケウンさんとケイジュさんじゃないかなと思いますし、アマロさんはまあ本当にそのまま JYP じゃないかなと思いますね。はい、とにかくでもこの投票が論争になっている理由は、この投票を何人ぐらいがこの投票に参加して、例えば1位は何人から本当にこう投票されてとか、そういう数がちゃんとないんじゃないですか。だからこういうのを公開しない理由が、そこまで参加してないし、なんかだからそれを見せたくないから、そういう数を隠すんじゃねえみたいな反応がやっぱりあるんですよ。だからこそこういうの投票の結果ってあんまり意味ないんじゃねえっていう反応も多いんですね。じゃあ私はどう思うかと言ったら、意味がないのではないですよ。意味はあるんですね。やっぱり皆さんも多分投票した方々いらっしゃると思いますし、私も投票したことはありますよ、一回。だから意味はないのではないですけど、やっぱりもうすっごいこの結果のままデビューするみたいな、それぐらいのなんか、それぐらいの重要さではないと思いますね。でもこのメンバーがこういう順位で人気があるんだなっていう参考くらいはできると思いますよ。順位として、人気順位ある程度は参考まではできると思いますけど、はい、とにかくこういう理由で韓国の中ではこの投票に関してもちょっと論争がありますし、やっぱり後継さんに対しての論争は何があるかって言ったら、やっぱり皆さんと私と一緒なんですよ。ブログでいろいろちょっとなんか探してみたら、やっぱりどんな意見が一番多かったって言ったら、まさか JY パクさんもサイさんも後期をキャスティングこう選ばないとは思わなかったので、本当に驚いたっていう反応が一番多かったですね。そしてこれが最後のメンバーを選ぶことでもないのに、もうすでにこう迷うところが全然理解ができなかったっていう。そして今まで後期さんに対して そこまでなんかめちゃくちゃ褒めたし、そう言ったくせに、今さらなんかバランスの話とかキャスティングをしないなんか風になんか言うのなら、そもそもオーディションをするときに、例えば身長の制限とかこの年の制限とかを知った方が良かったんじゃないみたいな話が多いんですよ。だから私的にはこのアンバランスっていう、バランスが合わないところが逆に魅力的じゃないかなと個人的に思いますよ。もちろん これはあくまで私がコウキさんのファンなので、そういう感じでちょっと偏った意見かもしれないですけど、そういうなんか今までなかったグループを作ってみるのもやっぱりありじゃないかなと思いますけど、これはまああくまで事務所はそれはビジネスですし、ビジネスとしてそう見ないかもしれないのも、まあ、理解はしますけど、まあ、とにかく私もこういう意見にすごく共感しますね。今さらバランスの話とか今さらって感じですね。でもこのまま落ちるとは私は全然思わないんですよ。私的には私の予想はそうなんですよ。だから予告でも多分今週の番組でもきっと後継さんみたいに驚く放流者ができると個人的に思います。でもこの放流者ができないとしたら、後継さんの危機が本当の危機になると思いますし、だとしたら本当にいろいろなんか論争になると思いますね。この番組が終わってからまたオーディション番組はやっぱり番組の特徴なんですけど、オーディションってやっぱり論争になったり炎上になる、そういう可能性が高いんじゃないですか、いろいろ。そして投票、なんかみんな視聴者も投票する形でやってるなんかオーディション番組も多いですし、だからこそ自分が好きなこういう参加者がこう良くない結果をもらった場合、ちょっといろいろな意見もありますので、やっぱり、こういうのはまあ決まっている結果だと思いますけど、とにかくそれだとしても私は後期さんがこのまま落ちるとは今も全然思わないんですよ。
うん、とにかく韓国の反応はこういう反応ですよ。多分皆さんと一緒に、皆さんと本当に変わらないと思いますよ。コウケさんのファンは本当に多いですけど、やっぱりコウケさんのファンはこの年齢の幅が広いですので、本当に広いですよ。すごく年上の方々から応援をもらってるコウケさんだからこそ、ちょっとこういう投票には参加してないなくても応援してる人がめちゃくちゃ多いんですね、コウケさんって。まあ、とにかく私が用意した動画はここまでですけど、はい、皆さんの意見もぜひコメントでしてくださいね。そして、まあ、皆さんが好きな、まあ、日本の方だとしても、韓国の参加者も普通に応援してる方々も多いと思いますので、皆さんが好きな参加者のいいところもぜひ共有してくださったら嬉しいと思います。はい。ってことで。